はい、皆さんこんにちは。皆さんの生活に心が動く学びを、隙間時間の心理学です。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマですね、心理測定。そしてその測定結果、信じてもいいですか。なんか似たようなタイトルの回がありましたけれども、今回ですね、測定っていうことに注目して扱っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、測定とは何でしょうか。実はですね、心理学っていうものは目に見えない心というものを扱っていきます。でも目に見えないものを目に見えないまま研究として扱うのは非常に難しいんですね。ですので、様々な形で測定し、その心というものを数量化するという試みが行われています。これが心理測定です。例えば心理検査と呼ばれるものを使って皆さんの性格特徴を数値で表す。例えばビッグファイブと呼ばれるもので、外向性はいくつぐらいなのか、調和性はいくつぐらいなのかですね、勤勉性はいくつぐらいなのか、開放性は、神経症傾向はそれぞれいくつぐらいなのかということをですね、数値で表すわけですね。あと知能検査ですね、IQ と呼ばれるものであったりとか、あとウェクスラー式と呼ばれるものだったら、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度といったようにですね、様々な観点においてその知的能力というものを数量化するわけですね。質問試着度というのはですね、まあ、性格検査に限らず、例えば、今の生活に満足しているということに対して、当てはまるだったら5、やや当てはまるだったら4、どっちだとも言えなかったら3、やや当てはまらないだったら2、当てはまらないだったら1みたいな感じで、まあ性格に限らずですね、まあ性格もある意味質問し尺度の一つなんですけども、はい、そういうさまざまな、考え、価値観、そういったものをですね、聞いていくときに、この質問し尺度というもので数量化がなされる。当てはまるだったら5、やや当てはまらないだったら4っていうふうに数字を当てはめていくことによって、それらをこうデータにしていくわけですね。あと行動の時間や頻度なんてものを使う時もあります。例えばですね、マシュマロテストっていうものがあるんですけど、皆さんご存知ですか。マシュマロテストっていうのはですね、まあ、小さい子相手に行われるものなんですけど、マシュマロを置いとくんですね、目の前に。で、でも食べちゃダメだよって言われるわけです。で、15分経ったらもう一個あげるからね、食べなかったらの話だよですね。もう食べたくなっちゃったら食べてもいいけど、でもそしたらもう一個あげないよというふうに、小さい子のですね、自制心、自分をコントロールする力を測る、テストなんですね。その時に何分その食べずに我慢することができたかっていうのが、ある意味自制心の一つの指標になるわけです。あとそうですね、攻撃性っていうものを扱った研究でいうと、相手に問題を出してもらってですね、でその問題に間違えた時にブブーっていうブザーを押すって役をやってもらうんですけど、その攻撃性が高い人はブブーっていう音を長く鳴らすので、そのブブーっていう時間の長さを攻撃性の高さ、つまり攻撃性が低い人ってのはブ、攻撃性が高い人ってのはブーみたいな感じです。この時間の長さというものを、ブザーを鳴らした時間の長さを攻撃性として数量化するわけですね。はい、まあ、ただですね、ここにスライドにあるんですけど、操作的定義っていうふうにあります。つまりですね、研究で扱われている心というものは、例えば知能ってなんだ、知能検査で扱われたものっていうのを、知能検査で測定されたものを知能というふうに定義するというふうに、その操作によって概念を定義づけることを操作的定義というふうに言います。ですから、さっきのマシュマロテストで言えば、そのマシュマロを食べるのを我慢した時間っていうものを自制心として定義づけるですね。さっきのブザーを押したブブーっていう音の長さを攻撃性の指標として、攻撃性として定義づける。でも本当にそのマシュマロを我慢するっていうもので自制心ってことにしちゃっていいの？ブザーを鳴らす音の長さというのが攻撃性っていうふうに見なしていいの？もっと言ってしまえば、知能検査で測ったものを知能と見なしていいの？性格検査で測ったものを性格って見なしていいの？ここはやっぱり目に見えない心っていうものを扱う心理学だからこそ、このあたりの操作的定義が適切であるかどうかっていうのは常に検討する必要があるんですね。まあ、そういう意味では非常にこの心理学においては、この操作的定義というものが重要であり、
慎重に扱われることになります。はい、そしてですね、そのような操作的定義のもと行われた、測定について信頼性と妥当性という2つの観点から適切さが判断されるんですね。その測定結果を信じても良いのかです。はい、まず信頼性っていうのは測定結果が安定しているか一貫しているか、例えば複数回測定してもきちんと一貫した結果が得られる、言い方を変えると誤差が少ない、これが信頼性になります。安定した結果が得られている。でもう一つが妥当性、測定結果が的確であるか真実を反映しているかなんですね。でもなんかちょっと待って、2つの違いよく分かんなくなってきたぞって方いらっしゃると思うんですね。実はですね、信頼性が高くても妥当性が高いとは限らないんです。安定して一貫した結果が出ているからといって的確とは限らないんですね。それについてはですね、こちらの方見ていただこうと思います。このことに対してですね、僕がよく使わせてもらう例としては 5g 目盛りのずれた測りというものです。ここにですね 100g の物体を乗っけます。そうするとどう測定されるか、 5g ずれてますから 105g と測定されますよね。でまた2回目の測定しました。2回目測定しても 105g、 3回目測定しても 105g、 何回測定しても 105g と測定されることでしょう。この時に一貫した結果が得られているので信頼性は高い。なんですけれども、その今測っている物質の重さは 100g なわけです。ってことはこの 105g という結果は真実を反映した結果ではない。ですから妥当性は低いんですね。そうなんです。安定して一貫した結果が得られてるからといって毎回きちんと間違ってる可能性があるんですよ。ですから信頼性の高さは妥当性の高さを保証するものではないんです。ダーツとかで言うと真ん中に当てたいですよね。なんですけど毎回ですね、この外した場所に安定して当てまくっているですね。もうこの外した場所に安定して当てまくっている、安定した結果が得られてるんで信頼性高いんですけど、もう毎回全部きちんと外してますから妥当性は低いわけですね。こういうふうに信頼性が高くても妥当性が低いってことはあるわけです。さあ、ということで、信頼性が高くても妥当性が高いとは限らない。ですので測定においては信頼性の高さだけでなく妥当性の高さも必要と言われています。さあ、今回の話まとめましょう。信頼性というのは一貫性、安定性、妥当性というのは的確性、真実性のことです。そして新たな検査や尺度が開発された際ですね、いわゆる心理測定と呼ばれるものを行う際にはその測定に対して本当に信じることができるのかということで信頼性、安定した結果が得られるか、そして妥当性、的確であるかどうかという、その信頼性と妥当性の検証が様々な観点から行われています。実際世にリリースされている、いわゆる性格検査とか知能検査とかで、有名なものっていうのはきちんとその信頼性と妥当性の検証が行われた上でリリースされているものですので、その点はご安心ください。はい、ということで今回は以上になります。ではまた皆さん別の動画で会いましょう。さよなら。